皆さん、こんにちは。極級炎症の続き、始めていくよ。すでに設定では没年を迎えてる炎症が、その寿命が来るまでに、全土の制覇を目指しているところ。現在は設定された没年からは2年と5ヶ月が経過している。遺書で運命をしているところだけど、それが10年生きるという説があったり、それ以上生きるという芝木さんがおられたり、遡れば早くに死んだという説もある。情報がまちまちなので炎症がいつ死んじゃうかわからない状態だ。今炎症が持っているのは価値最高の遺書だけど、等級で運命期間が決まっているのか、全てがランダムなのか、そのあたりがわからない。まあ、とにかく、何にせよ、急がなくてはいけないということだ。さてそれで、現状なんだけど、前回に引き続き、炎症軍は早々と優美から攻められている、序南からの関羽勢はどこに行くのかをまず確認しようというところ。問題は牧羊から巨匠に来ている徐行。仮に兵端を切っても効果が薄いという難しい敵だ。兵捕獲はまず無理だろう。こちらの兵を極力削られないようにしたい。そしてこちらは攻略目標である長安方面。なんとか長安から兵を引っ張り出して、長安の兵は今6000ほど。馬頭軍の出陣を促したわけだけど、さてどうなるのか。ということで、命令を終えての時間進行。曹操軍や優美軍の新たな出陣はなし。縁の巨匠同様、いろいろな書が出るので馬政書がよく出るわけでもない。成功だ。九州の深夜のように、本当の馬政書の聖地がどこかにあるはず。使者がお待ちです。なかなか捕虜捕獲が厳しいのでここはちょっと迷ったけど。返すわけがなかろう、この宦官の孫が。この動画、炎症のロールプレイ風のセリフを使う時があるんだけどね。気が悪くなったり下品になったりしてるから。炎症の人格を誤解される可能性があるとまずいので訂正しておくと、炎症は人格高潔で名声を集めた君主として語られることが多いんだよね。この動画では馬政に感化されてちょっとおかしくなってるという、そういう認識で見ていただけたらと思う。よしよし、守礼が周遭を目標にしてる感じだな。できるなら徐行を先に倒して、守礼をゆっくり料理する展開を期待してる。ここ、よく見ると土塁じゃなくて陣だったのに気づいた。陣は突破される危険があるので、撤去して立て直したい。守礼が距離的に周遭とぶつかると微妙だが大丈夫そう。それで、ここを土塁で閉じておこう。任せてくれ。土塁建設の隣接に敵がいると一人じゃダメだった気がする。家臣を応援に出しておく。出陣する。二人だったらいけたはず。ここは、長打に部隊で装甲の兵端を切れたのは良かったけど、砲炎や勝者の部隊は退却しちゃったんだよね。それで結局、馬頭軍の出陣はなし。ここ走行、将兵確保とかではなく撃破を急ぎたい。長安が若干弱ったので、この先の歩を取って陣などを立て、工場兵器の進軍をしやすくしておきたい。ちょっと早めに馬頭とは同盟を組んでおきたいな。神前から帰ってきた停戦に政治プラス7の書を与えて、ありがたく。金1万という大金を持たせて馬頭の元に神前で行かせることにしたよ。任せてください。まだ金が足りないなどの微妙に苦しい時期。急ぎ同盟したいという時、政策や外交官の能力が地味に光るのがいいね。ということで続き。成功です。鉄壁の書は方言で持っていない人に習得させたいやつ。これ東洋ね、格がいけるっていう武将全員に行かせてるんだよね。命令書の数が苦しい最初以外は、ずっとそれでやってる。あ、これはずっと忠誠100だった武将の脱走。あ、守礼は結局そこか、ということは安全に土塁は作れそう。ここ関羽勢、歩を取ったり陣を作ったりで、巨匠に向かっているように見える。闘志らを出して、ここ地獄門に誘ってるんだけどね。こっち樹南の方が戦いやすい。よし、ということで続き。あれ守礼、周遭に来ると思ってたけど都市に来てるんか。家臣を引かせるの忘れてるみたいだ。守礼徐行以外にも、細かい敵部隊が2つ出てきてる、厄介だ。おーっと、ここは地獄門に向かってきてるよ来てる。どうされましたか？これはいいぞいいぞ。かしこまりました。関羽1万、1000を包囲したいところだ。ここはどうやら装甲を倒した模様。炎症義炎を戻して、長領加工士は前進させよう。馬頭軍の出陣はない。なんとか再度長安から兵を誘い出したいところ。頼む、頼むよー。はい。よし、ということで続き。達成いたしました。よっしゃー、馬政書を喜べる不思議な世界。ここは
まとまってこられるときついな。これは角がこのままだと危ないかもだ。敵複数とぶつかるとおそらく耐えられない。これね、結構気になってる神前外交、平常からどこまで上がるのか。よっしゃやった、親密になったぞ。2段階上がった。1万もいらなかったのかもしれない。核は一度避けておくかな。助攻みたいな厄介な相手はできるならば都市に直行してもらいたいところ。よしよし交換、ここ遠慮の符が取れそう。無理だろうけど、もし維持できれば助攻らの地域効果をゼロにできる。心得た。おーっと、ここはいいじゃん。関羽が前に来てる。竜壁で眼光を狙って、加工欄で関羽の平坦切りを狙ってみよう。敵投石が邪魔で無理っぽいけれども。承知した。ここは敵出陣はなかった模様。よかったかも。敵陣を壊すまでは待ってもらいたい気持ち、うん、よし行こう。続き、役に立ちましたぞ。ゲーハはいらない。任務は成功だ。ゲーハはいらない。よし、交換は吹けるな。おっと、この助攻の動き、都市に向かってくれてるかも。これはいいぞ、いい感じだ。結局、最後の捕虜にも逃げられてしまった。まずいですね。よっしゃ、ここは絶妙すぎる。綺麗に関羽の平坦が切れた。言ったであろう、そこは地獄門だと。あ、なんか知らないけど、眼光沈神の平坦も切れてるじゃん。よしよし、完全に助攻は都市に向かってるぞ。都市を壁にするのが一番。それに手霊は交換を狙ってるように見える。いいぞ、手霊を孤立させて狙いたいんだよー。狙ったわけじゃないけど、流れはすごくいいじゃないか。核を引かせてなかったのは、何かの拍子にこうやって平坦を切りに行きたかったんだよね。よしよし、こっち、このターンで敵陣は壊せるか。よし行こう、続き。あ、落葉から約1万、長安方面に出たようだ。あや、手霊が核に来ちゃった、ダメダメ。手霊は交換に行くか、符を取り返しに行くかって思ってた。あちゃー、結局、平坦を切ることができず。こういう敵の動きを読むのはほんと難しい。それが逆に面白いんだけどね。そして、ここ巨匠地域は、こちら6対0。ただ、味方は劇的に強くなってはいない、効果が少ない。それから出陣指示を出した。猛海は眼光だけ持ってて、罵声を持ってる、天然でね。清廉潔白を重んじる性格だったらしいけど、罵声は得意みたい。都市隣接してる敵部隊は早く殲滅したいところ。よしよし、ここは順調に仕上がってるな。ジョイン力は関羽に取られてもいいから、逃がさないようにだけしよう。ここはいい感じで森があるから、投石技風も倒せそうじゃないか。ここは敵陣を破壊できたようだ。今度は味方陣を作って、陣をつなぎつつ、徐々に前線を前にしていく予定。魚鱗義援1万、1000も出して前線を構築させよう。頼んだぞ。出陣だ。よし、ということで続き。罵声をして敵の勢いを弱めるんだー。よし、これで助攻らの平坦は切ったかな。オーロンを出したけど削られすぎで使えないな。これは行きます。おお、素晴らしい。関羽の兵は770しか減っていないじゃないか。優しくマッサージをするような戦い方。さすがの分身もこれには戸惑っていることだろう。おーおーっと、これは、長安から奉仕装甲と砲炎商用も出てきたのか。しかしここは、陣が完成してるとはいえ、敵地域効果が2。奉仕装甲の行軍が1711か。やっぱ強い。対する長領は、魚鱗強化レベル10、陣地域効果1ずつで防御1186。やばい、かなり削られそうじゃないか。引いて引いて、陣2つ効果あるところで戦おう。もともとここで戦うつもりだったけど、もうぶつかってしまった。よし、行こう続き。眼光の各駅は手霊に狙われると危ないので退却。銀行をお持ちしました。オーロンを引かせた。決めてやる。よし、受講を捉えろ。ああ、リベンが撃破したみたいだけど逃がしてしまったようだ。手霊、効果浮きすぎ。これは馬頭との同盟交渉。交渉役は炎章の次男、延期。これで馬頭とは2年間の同盟。よしよし、手霊の兵は7500、そこそこ残ってる。これで平坦が切れたらいいんだけど。心得ました。おっと、これは、劉備軍の動き的に、よっと他に部隊が侵入を攻めるのかな。
曹操はこっちに攻めてきてる感じ。呂布は南の味方と連動してそう。おお、関羽の式がミリだミリ。式残り2じゃないか、これは結構がっつりいけたんじゃなかろうか。さて、長領はどうだ。あ、あんまり兵が減っていないぞ、さっと引けた感じか。神一徳は壊されるにしても、義援と二人で迎え撃つ形は悪くないぞ。えらい渋滞しとるな。これでも、馬頭軍は動かずか。尺位的に攻撃要請はできない状態。二個強食系は同盟をしてるとできないしね。さて行こう、続き。あ、兵団は切れそうだけど、守礼は都市に向かってるのか。交換と周遭はいい引っ付けの仕事をしてくれた。守礼を都市まで行かせなかったらすごくいい感じだったんだけど。ここは、関羽の兵、どうなったんだろう。あ、取れてる取れてる、加工欄、9785。やったぜ、敵のああいう編成ならば、ジョインの府のところで戦うのがやりやすそうだ。挑戦に来てほしいけど、統率が低いからか出陣少ない感じ。おお、思った以上に減っていないぞ、陣地立がまだ健在だからか。鉄砲士3000の部隊を倒して、装甲が前に来てる。うおおおお、来てるじゃないか馬頭軍、来てる来てる。いや待てよ、このままだと危ないかも。長安の兵が少ないから馬頭軍が落とす危険とかあるんじゃないか。こんなんこっち、敵を倒しきるの、明らかに時間がかかるぞ。これは敵兵団を切りに行くと同時に、勝者炎症を出しておこう。ついてこい。加工士、これは危険な動きだが、はい、切りに行かないと時間がかかりすぎる。承知しました。よし、ということで続き。馬頭軍、追加出陣なし。あ、あれ？ああ、ダメダメ、戻りすぎ戻りすぎ。装甲奪い引いてるじゃん。っていうか、落葉の部隊が長安に入ろうとしてる。一応、馬頭軍が出てきて狙い通りではあるけれど、曹操軍の兵が多いと、こっちも馬頭軍もあっさりやられちゃいそう。長安は地域的に道館と繋がってるのがまずいね。周囲の府を全部奪うという形にできない。道館には兵が1万、1000あるけど、これは今のところ怖くない。武漢と同じで中にいる武将が、砲炎しか使えないこういう一人だけ。これは非常に助かる、たとえ出てきても兵3000だけだし。ということで続き、進めていこう。守礼はもう倒せそう、捕獲しておくれ、頼む。成功しましたぞ。あ、ダメだ、都市が倒しちゃったっぽい。おっと、曹操隊が戻っていってる、守備に動いた模様。ここで、劉陵軍との同盟が切れたようだ。序南での関羽との戦いの戦果は大きかったけれども、ここ巨匠の戦いは芳しくなかったな。長安の兵は1万6000か。あれ、商用4000は何してるんだろ。所属は長安なんだけどね。馬頭軍は少し後退か。となると、このターンの長安の動きが少し怖いところだ。こっちに出てきたらやられる。それも気になるところだけど、劉陵のことも気になる。同盟を延長するかどうか。劉陵軍と孫権軍の兵力はすごいな。それぞれ17万、5000、20万。あまり戦い合わないから兵が溜まってきてるみたい。ちょっとバランスが良くないし、兵を中央の黄色に集めないといけないので、劉陵とも戦うことにした。孫権軍のように攻めてこない気もするけれど。よし行こう、続き。長安からの出陣をめちゃ気にしてる。おっと、出陣なし。よしよし、助かったぞ。成功です。とりあえず陣を立てていってじわじわと進んでいこう。お喜びください。どうやら商用は函谷関に入ったようだ。そしてターンが終わる。ご確認ください。おっと、これは援交じゃないか。魚鱗1万、1000、長安を攻めるようだ。ちょっと怖い、長安兵がこっちに来て馬頭軍に取られる未来が。そして、これ、報告に出ていた。劉陵軍が早速こっちに攻めてきた。結構な兵じゃないか、魚鱗だけで3部隊約3万か。そして、長陽から出た軍勢。眼光が4部隊3000ずつか、なるほど。それと青蘭3000。結構な軍用じゃないか。この眼光たちは待機して後ろの魚鱗とまとまってくるんだろう。深夜の南側はちょっと不安があるんだよねー。
北の方面は慣れてるけど、南側は慣れていない。そして受難、負傷兵が今は8000あるので、9000の兵輸送をした。誘ってるんだけど、劉備軍はどうやら北に出てる模様。ここ巨匠に来てた、小さい敵部隊2つは逃がしてしまった。劉備軍は陳留を頑張って攻める模様。巨匠と受難の防衛の機会、ここが収まるまでお休みって感じ。さてこれで、中央黄色の周囲は敵だらけになった。自らそういう形にして、自信満々に見えるかもだけど、調子に乗りすぎてるんじゃないか。こちらすべての都市を同時に攻めてきたらどうするつもりなのか。長路だって攻めてくるかもしれないし、長安の攻略もどうなるのか。しばらく都市が取れてないので、気持ちも流行る。実は心配だらけ。ということで続きは次回。では、またねー。